はい、絵画こと買取プロ就活の田中です。ね、なんかいいの出てるよね。毎日オークションに、キスリングで、キスリングって、エクロードパレでいいんだっけ。そうですね、はい、うん、キスリングって女の人の絵が多いんですけど、これは花の絵ですね。で、これは1928年、まあエスティメート1000万以上ついてますけどね。キスリングは、まあ、割とあるんですよ日本に。で、結構日本人好みのとこもあるんで、で、まあ、あの辺のその20世紀前半のそのパリの、まあ、あの辺の絵画の中では、まあ、比較的お求めやすいんですよね。ピカソ高尾田ってもう奥田さんには買えないし、それからまあ藤田は買えるか、藤田は買えるけど、まあ例えばモジジャリなんて、まあ逆立ちさって買えませんわね、日本人は。まあ数千万では買えません、奥ですね。だからまあキスリングがそういう意味で飾りやすくて買いやすい、ちょっとなんかこう一種のおどろおどろしたというか、呪術性のあるというかね、呪術ってちょっともう言葉難しいかな、まあ要するに何て言うのかな、魔法とか呪いとかそういう感じのちょっとなんか陰鬱としたもんがある色合いとかね、その辺がキスリングの味じゃないかと思うんですけどね。まあキスリングしっかり調べたことないんであんまり言えないんだけど、色目とかそんな感じはしますよね。で、このキスリングっていうものは日本に、まあまああるので、欲しい方は調達もできますし、あと売りたい方いたら買い取りもしますし、あともうこのぐらいの価格帯のものだったら、まあ委託販売もまあできなくないですから、まあお問い合わせいただければと思います。まあ、アンジスさんもよろしく、シューカーもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。